こんばんは。12月24日木曜日の夜でございます。平山茂です。皆さん今日もお疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。クリスマスですよ、大丈夫だよね。今日はなんかね、今日はあの大丈夫だよって言わなくてもいい気がする。今日はなんか、ということで、もう今日は大丈夫だよは言わない。多分大丈夫だと思う今日は、今日はみんな大丈夫なはずだから、大丈夫だよって言わない。じゃあ何言うのっていう、話ですね。もう今日は何も言わない、言うことはない。もう明日を、明日は言う必要がありそうだね。本当にでも今日は言うことなさそうだから、今日は大丈夫だよって言わない。ただちょっと自分のことだけ言うと、喉まだやばいです。喉がちょっと違和感で、ここの唇の内側ね、おととい噛んじゃったやつもまだ完治してないんで、今日もね、陽明酒と、チョコラ BB と水とね、もうポカリも買ってやろうと思ってます。そしてリンゴジュースちゃんとまた買い足しました。ということで、みんなは今日は大丈夫だと思うので、今日は言わないよ。また明日会いましょう。また明日。それではおやすみなさい。また明日。メリークリスマス。平山茂でした。じゃあね。